おお、いってるわ。でかっ。ああ、お腹。ああ、やばいとこ触ってますよ、これ。ただのでかい猫ですね、これ。一生懸命汗だくになって、ね、スタッフがね、虎の着ぐるみ着てるんですよ、今。よく見たらね、ファスナーとか見えるかもしれないんで、後ろに。いくらですか ?5000 バーツ罰金でもう決まりです。変態おじさん5人で片屋のタイガーパークにやってきました。そこでアクティビティのサファリを体験することにしました。その前にアツシ君一人だけトラと一緒に写真を撮るそうです。さて今日はどんなハプニングが起こるんでしょうか。あと大きいのと撮りたいです。じゃあアツシ君撮っていいですよ。時間がある。時間がある。さらにね、何時か見えない、全く持って。噛まれて食べられても文句言いませんでした。ああ、そういうこと。そう。事故があってもみたいな。そう、責任取れません。すっげえ、やっぱりくっついてますね、この方たちは。これで順番が出るんです。まだ乗ってないな、これの番号。とりあえずまだ時間あるから飯から飯食いましょうか。じゃあどっかレストラン。ノープラッシュプリーズ。これどうするこれ。アツシが座ろうとしたところに陣取られてますね。わざとフレームアウトしてるの分かってますから入ってください。でも後ろから行ってこうパッと変わったら振り向きざみがあって来ない。でもやっぱりね、野生の血が入ってるんで、どう考えても。ああ、はい、すいません。あの虎の前ではサングラス禁止ですよ。目合わせたら食われる。じゃあビッグ The tiger, not cat。 あれ、猫って書いてますよこれ。やっぱでかいな。頭の大きさがもう、おー、いってるわ。でかっ。やばい、でかさ。いや、こんなの襲ってたらもう、発注値できない。アツシが噛まれるとこちょっと見ましょう。アツシが噛まれます、今。そこで、アツシが今、ね、虎の気を逸らしてますね。アツシが虎のお尻を触ってます。これはセクハラですね。痴漢ですよ。あー、すげえなぁ。アツシ君セクハラし放題ですよ。すごい、尻尾持ってる。ね、虎のお尻触りまくってますよ。これはちょっとどうか通報した方がいいと思います。これ、お、見る、クロス線の作品はセクハラをしてるアツシ君。分かりづらいですけど見えますかね。強いて言うならばセクハラと虐待ですね。これ、あ、棒を持ってトラを殴りながらアツシ君がトラのお尻を触ってるっていう、これ虐待とセクハラの一番いい例ですね。これね、ちょうどいい具合にこう後ろ引くと日本語でね、あまりしていいことはしてはいけないことって感じですね。お尻触るのは OK ってことですか。これセクハラ OK ってことですね。あーっと来ました来ました来ました。これ見てください。あーっと、あーちくんめっちゃおこう太もも触ったりお尻触ったりでもう激しいセクハラをしてますね。これやばいっすよ。彼はどう触ってるんでしょう。この辺がプルンプルン揺れてますね。でも足の裏見てますね。
彼は何ですか、そういうフェチなんですかね。あ、お尻の穴覗いてる。それはやばい。猫じゃらしっぽくてね。あ、雨宮さん、これ今もう虐待ですよ、これ。あー、虐待してますね。やばいやばい。見てください、アツシ君、お尻を触ってますよ、いっぱい。靴を触りながら虐待してますね。あ、いい感じになってきましたね、顔がね。いやー、すごいな。アツシ君、それ猫じゃないですからね。わー、お腹、あー、やばいとこ触ってますよ、これ。ただのでかい猫ですね、これ。今、警察に連行されてきました。罪は執行様ですよ。僕らは何番ですか？291。10番目。そうですね。ハイパーソンの話は。今回選べます。あれはちょっと、防災です。だいぶチャレンジ。うん。個人的にはアクシデント起きてほしいですけど、よくね、前回の変態おじさんが一人いますね。さあ、皆さん、集まってください。変態おじさんたちが集まりましたよ。はい、変態おじさんたち。一番変態おじさん。ちょっと変態。ちょっと変態。変態。いいかない。セクハラですよ、セクハラ。さっき彼がね、トラのセクハラシーンいっぱい撮りましたから、僕は。でもね、オスでした。オス。ああ、そういうシーンだったんですね。じゃあ、どなたか助手席、指出したらダメですよって書いてますね。あ、これですね。出しませんか。指出したら5000バースとかなんか、と書いてますよ、罰金が。その前に治療費も高くつくと思うんですよ。ああ、もう変えました。おっと、指出したらダメですよ。クリです。これ何ですか？モーマーク。モーマーク。モーマーク。で、早速、ルールを破りましたね、この人。いくらですか？ 5000 バーツバッキンでもう決まりです。二重になってるちゃんと。ジュラシックパーク上で。開けた時に。あっと、また手出しました、5000バーツ。バッキン。もう、1000バーツになりましたよ。あっと、見てください。彼は肘出しました。肘はいくらですか、バッキン。おっと、また前。1万5000バーツ。これでしまうの。これ、いましたね。こんな感じなんだ。肘がしますね。肘噛まれますよ、これ。あー、トラがいますね。全く避ける気ないですよ、これ。全く避ける気がない。どうですかね、今日さ、手出してみたらどうですか。いい、5000バーツです、すみません。いいよ、皆さん、どかしてきてください。運転手、YouTube 見始めてますけど。運転手、罰金今1万5000バーツありますからね。お、気づけた。そこがいいやるからですね、これは。ああ、いいですね。勇ましい。吉田さん、手出してみてください。出さない。右が雌で左が雄みたいな感じは。今のところは全く危険のピノジもないですけど、遠目で見たら猫と同じですけどね。近くで見ると大変ですよ、これ。大きさが。耳見てください。あれ、耳ね。あれ、聞いてるんですよ、こっち。ほらほら、聞いてますよ、あれ。悪いし。だんだんこう危険になっていくんですね、ジュラシックパークみたいな。そして、あと罰金ですね、またこれ。彼も2万バーツの罰金ですかね。はい、これで2万5000バーツですね、これ。罰金。2万5000バーツ罰金ですね。ごめんなさい、これ手出したら5000バーツですよ、罰金。出しっぱなしですよね。そして、真似したらどうですか？怒られますか？怒られます。おっと、また出しました。3万バーツですね。トラがいないんですけど、またピンポンしました、ね、誰か。ピンポンダッシュです、これ。トラが今、お客さん来たって出てきましたけど。お昼寝の時間ですね。飯食って気持ちよくなって。これは割と小型な感じですね。もうすぐ T-Rex ゾーンに入ってますからね、そのうち。微動だりしてね。うん。ヘブンゲブン前で行くのもまだ。ね、そうですね。これ、なんですかね、柵ってピョーンって飛び越えられないですかね。よくまだゾーンが来ました。だんだん危険ゾーンが。はい、4万バーツ。電流通ってるでしょ。何ですか？電流が通ってるでしょ。触ってみてもらっていいですか？でもこれ、トラもね、電流バチってなったらかわいそうですね。もうカウントするのめんどくさくなってました。これもう4万バーツぐらいしかね。あ、ピンポンダッシュですね。あ、もう一回。今、一生懸命トラの着ぐるみ着てるんですね、スタッフが。そらくしゃみも出ますよね、それ。全くトラがいないんですよ。今来てますから大丈夫です、着ぐるみは。今、その合図を押しましたから、あそこ。今一生懸命汗だくになってね、スタッフがね、トラの着ぐるみ着てるんですよ、今。よく見たらね、ファスナーとか見えるかもしれないんです、後ろに。
次トラ見たら皆さん探してくださいね、ファスナーは。あ、いた。おっと、今さっきスタンバって急いでこう着替えて、今、見えないですか、こう、ファスナー。お腹の方にファスナーあるんですかね。勇ましい顔しますね。気に入らんでる。ちょっと手出してもらっていいですか。そういうの目の前に、ね、インド人が面白いって言ってしまう。インド人面白いですね。京介さんもね、トラを見てるように、実はインド人見てるんですよ。そしてまたインド人、ターバン巻いてます、ね、すごい、うん、インド人って感じ。向こう見てるのが面白いですよね。インド人とトラのツアーですもんね、これ。そうそう、トラを見るインド人を見る。そんなにインド人なんですよ。これさっきの、うわ、めっちゃやばれてる。これはやばいですね、この目つき。どこ見てんだろう。え、教室見てて、ね、うん、ずっと見られてる。おーっと、T-Rex が鳴いてますね。これ夜行性ですからね。あ、そうなんですね。適当なこと言いました。信じちゃいました。一匹でも襲ってきたらもうかなわないですからね。力がすごい。あ、もうビクッてしましたね。取りましたね、僕。これはビクッてしましたね。そして最初に、これ超危険区域。今5万5000バーツぐらいですかね、バックが。超デンジャーゾーンに入ってきますよ、これからは。これ一番やばいんじゃないですか、これから。一振り一分超えるかもしれないですね。ね、あれあれ、これはもう、まさし、ヒント。これは、なんですけど、もう終わり、いや、なことはないですね。いい年こいて、タイガーパークのサファリで、いろんなことを好き放題言いまくる変態おじさんですが、次の超デンジャーゾーンでは、テラノサウルス級の虎が現れると信じていました。ところがあまりにもあっさりゴールとなってしまったために、このオチをどうしようと考えた挙句、最終的に本当にくだらないオチになってしまって、穴があったら入りたい変態おじさんでした。こんなんじゃなかったですよ。一番かわいそうなのはこの人じゃないですか。この人ずーっとここにいる。ちなみに今映ってる映像上では顔が変わってますよ。お金になってそう。トラの顔も置かなくなってる可能性があるんで。もっとケンケンケン。このトラはおしっこするんで気をつけてって書いてあるのに、皆さんこう喜んで手伝いに行ってますんで。本当だ。うん。場所もやるんですよ。さて、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったよって方は高評価、いいねの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。週刊クリップカンナーナカ、サワディーカ。バイバイ。おお、でかっ。わあ、おなか。ああ、やばいことさあったんですよ、これ。ただのでかいネコですよ。一生懸命汗だくになってね、スタッフがね、コロナ気分に来るんですよ。ログになるとファスナーとか見えるかもしれないって言うし、ね、昔めっちゃうまくなってる。